寮のベッドには慣れた？家に比べて寝心地が悪くて驚いたでしょ。ホームシックで泣いたりしてないでしょうね。あんたは立派ね。騎士団に入ったばかりの新人なんて毎日のようにベッドが硬いって泣き言を言ってるのに、あいつ野営になったらどうするつもりかしら。いつかあんたも騎士団に入るのに、今からそんなこと言っててどうするのよ。今夜から床で寝なさい。これも稽古よ。あんたから見ればそうかもしれないけど、騎士団員たるもの、これくらいのことで弱音を吐いてたら務まらないわ。あんたって時々それっぽいこと言うわよね。まあ確かによく寝ることも大事だけど、でも野営では仕方ないこともあるわよ。